どうもダルモンです。今日も朝から喋れてないけど、朝の給油からスタートのですが、今日はなんかめちゃくちゃ寒いですね。車の外気温度計マイナス2度指してます。寒い。そして今日のハイオクの会員価格おいくらなのでしょうか。ちょっと見てみたいと思います。会員価格は162円、多分1円には割引の使ってると思うんで163円か。値段は多分変わってないですね。はい。そしてエンジン切ってこの車の中に乗ってるだけでガラスがどんどん曇ってく。寒いんですね。やっぱほんと朝のこの時間帯ちょっとだんだん寒くてきつくなりだしてましたね。そして空はここからでは星も何も見えない。寒い。エンジン切って車の中にいるだけで寒いすぎます。さあ給油も終わったので安全運転でまた会社に向かいたいと思います。今日はなんかめちゃくちゃ寒いので体の温まる鍋焼きうどんにしました。いやー今日ほんと寒いわ。なぜか会社もすごく寒く体もすごく寒いので体を温めてから午後の仕事をしたいと思います。ではいただきます。あー食った食った。今度は体が温まりすぎて汗がどんどん出てくる。美味しかったし体も温まってよかったけどね。汗が出て体が冷えないように注意しなくては。ではお昼ごちそうさまでした。さあ仕事も終わって帰宅です。そしてイチョウ並木のイチョウはもう葉がないですね。そしてここの道路の脇にはイチョウの葉がいっぱい。なんだろう、今日の会議は246がすごい混んでる。もう年末だからですかね。今日の夜ご飯は近所の唐揚げ屋さんの唐揚げ弁当です。何だったっけな、何の唐揚げだか忘れてしまいましたが、あと追加で頼んだこちらのカキフライ、こちらで夜ご飯食べていきたいと思います。いやーなんか今日はね、なんか微妙に体の調子悪くてこんな日もありますよね。なんかほんと今日はなんか首が痛くて車椅子に座ってるのがきつかったということで、会社でろくに仕事もしていない。それなのに食欲はある。まあ困りましたね。さあ食べてこ、あったかいうちに食べないと。こちらのね、元祖唐揚げ本舗、これにこのタルタルソースをかけて食べるんですね。こんな感じでいただきたいと思います。ではいただきます。カキフライはまあ普通に美味しいです。はい。唐揚げでか、こんなでかい唐揚げもこれ美味しいですね。はい。このタルタルソースかけることによってさらに美味しくなってます。では最後まで美味しくいただきたいと思います。唐揚げがね、3個でも多すぎたかもしれない、2個で良かったかもしれないっていうかね、一番最低が3個なんでしょうがないんですけどね。1個食っただけでもかなり苦しい。よくよく考えたらこんなものを食べてる場合じゃなかったんですよね。なんか昨日せっかく痩せようと思って大豆でダイエットしたのに今日こんなの食ってたら意味がないじゃないですか。いやーやっぱこう、やっぱ家でちゃんと自炊して食べないとダメですね。まあ今日はちょっと時間がなかったのでしょうがないので、まあしょうがないということで言い訳しておきます。明日からちゃんとダイエット食食べたいと思います。頑張って最後まで食べてしまいました。確実にデブです。でも美味しかったのでまあしょうがないです。ごちそうさまでした。明日からちょっと食料っていうか食事制限を始めたいと思います。はい。という感じで今日の Vlog もこの辺で終了したいと思うのですが、いやまあね、今日はほんと寒くて、首も痛くて動けなくて、まあ散々な一日でしたが、まあとりあえず無事一日終了しそうなのでこの辺で終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、いいね、評価、パッド評価、何でもいいのでよろしくお願いします。何か柱で、ね、反応があるとそれはそれですごい楽しいのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。